2001年に開場したドームは建設から20年以上が経過、老朽化も激しくなってきた。日本ハムというキラーコンテンツがいなくなった今、苦労するのは当然だと言える。毎年下水道博やっとけ。飛行持ち回りなんて。近所で入場無料とかだったら普通に行きたいなと思った。誰が損を被るの、札幌市民？それとも国民？どうせ払うのは市民、市職員や議員の給料は1円も減らないよ。大規模修繕もしなきゃならないのにな、ハムに出させる気満々だったからどうすんのよ。だから逃げたんじゃないの。新モードでカーテン屋が儲かっただけじゃん。毎年赤字で黒字になる見込みがないなら解体した方が良いのではないのか。ワールドカップサッカーとプロ野球チーム招致が目標だった。当初は目論見が当たったが、その後が良く勝ちすぎて日ハムに逃げられる。まさか新球場作るとは思わなかった。役人は予想が甘いのはどこでもそうだが、一生続くんだろうな、このメディアのドーム下げの流れ。取り壊せばそれなくなるけど、5年で黒字転換するって公言したらしいから最低5年だろ。アンチオッズ、来年は黒字転換するから。傲慢と楽観が合わさり最強に見える。札幌市民が負担するんだろうし、どうでもよいわ。外から眺めてる分には無害だし、北海道にゴミ箱ができただけの事件や。しらじらしい、こんなの分かりきってたことだし、市長はじめ役人だってみなそう。そんなに老朽化してんならとっくに解体費用ペイできる稼ぎを考えるフェーズだったろ。第三セクターってこんな感じで赤字増やして最終的に破綻するよね。当時は入社倍率2000倍の憧れみたいなとこだったのに悲しいなぁ。けどまあ自業自得だもんなぁ。メディアがこっちを報じてれば、国立競技場から目をそらせるんじゃね。野球が出ていったからコンサドーレが使えばいいんじゃないの。毎日は無理でも毎週試合することくらいは可能なんじゃないの。それじゃ無理、今まで散々ハムにおんぶに抱っこやったのに。